新田悦夫は TBS テレビのアナウンサー。京都府鈴木郡田辺町出身。京都府立南八幡高校を経て、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。1998年4月、TBS にアナウンサー33期生として入社。同期入社は駒田健吾富山恵里。主に野球、陸上、ボクシング。 フィギュアスケートなどのスポーツ中継を担当。野球においては、プロ野球中継実況、ベンチレポートを担当している。2006年シーズンにより、佐藤文康に代わって、ベースターマン2号として、横浜 DNA ベイスターズ1000の実況、リポーターを務めている。2011年の中日ドラゴンズの優勝決定試合で実況を務め、 入社以来初めて優勝決定試合の実況を担当した。また2013年には小池正明の引退試合で実況を担当した。また近年は野球日本代表の試合が TBS テレビで放送される際に実況を務める機会が多くなってきている。2014年2月、ソチオリンピックにジャパンコンソーシアムの一員として、スノーボードスピードスケート等の種目のテレビ、 中継実況を担当し、スノーボード男子ハーフパイプでは、平野歩夢の銀メダル、平岡拓の銅メダル獲得という、冬季五輪スノーボード種目日本初のメダル獲得の瞬間を実況した。2018年11月3日、日本シリーズ第6戦、広島東洋カープ対福岡ソフトバンクホークスのテレビ中継で、ソフトバンク日本一決定の瞬間を実況した。 2011年8月31日に7年間交際していた一般女性と入籍した。趣味は写真、ドライブ、邦画鑑賞。名字の新田は漢字の言うではなく、カタカナのだが正しい表記である。同局女子アナウンサーのアドリブであるスポーツ実況を審査する側として出演。ありがとうございます。